任期満了に伴う今年12月の富士市長選挙に現職の小永井市長が立候補すると表明しました。新型コロナウイルスに打ち勝ち、持続可能な富士市の未来を切り開く、この思いで3期目の出馬を決意したわけであります。富士市の小永井義正市長は今日臨時記者会見を開き、任期満了に伴う今年12月の市長選に3期目を目指して立候補すると表明しました。小永井市長は富士市出身の66歳、市議会議員を5期務め、2013年の市長選挙で初当選しました。小永井市長は2期8年の実績を踏まえ、新型コロナ対策、新富士駅、富士駅周辺の再整備、少子化対策などに取り組んでいきたいと意欲を語りました。富士市長選は今年12月12日告示、19日投開票で、立候補の意思を示したのは小永井市長が初めてです。